どうもボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もお酒飲んでみたシリーズ不定期版やっていこうと思います。今回いただきますのは札幌ビールから出ております濃いめのグレフルサワーでございます。こちらのがアルコール 7% 果汁 1% となっております。札幌ビールから出ております、あの濃いめのレモンサワーの仲間の、濃いめのグレフルサワーでございます。はい、先日ちょうどあのおろしレモン飲みましたけども、はい、今回は当たってくれるんだと信じていただいてみますが、これはですね、当たりです。当たりと言っていいと思いますね。はい、まあ、甘味料がちょっと入ってるんで、若干その甘みとかそういうのがあの嘘くさい感じもしますけども、あのこれはあの美味しくいただけるグレープフルーツの系統だと思います。ちょっとですね、アルコールの濃度が7と高いので、好きな方はこういう系統、まあ弱い方が良ければ、まあもうちょっと弱いのでいいと思いますよ。この辺はいつもご視聴いただき誠にありがとうございます。内容が良かったら高評価やコメントをいただけると励みになります。チャンネルご登録いただき次回の動画をお待ちください。